はい、2004年アテネオリンピック日本代表の森高弘です。本日はですね、クロールの、まあ、ローリングですね、っていうのをやっていきます。で、まあ、ローリングってどうしてもこう、肩のね、動きだったり、体を使うっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、うまくその体の動きと、まあ、腕の動き、何かというと、よくこれは僕、レッスンでも言うんですけど、体に腕が、足、これついてるんですよね。なのでやっぱりうまくそこの部分が連動するっていうところがすごく大事になってきますので、今日はそのあたりをやっていきます。なので今日の流れはですね、エアスイムでまずそこの体の動きと、まあそうですね、腕の動きの中でのローリングっていうのをやって、で泳ぐときに少し意識するポイント、っていうのをぜひご紹介していきたいと思いますね。でまず一つの体の動きっていうのを意識してほしいんですけど、要は皆さん今これまっすぐありますよね。でそこにじゃあ体がまっすぐだよってなってくると、手はこれが横、これまっすぐになってくると思うんですよ。で今度その状態から体のところに対してまっすぐなんで、今度これがまっすぐになりますね。わかりますかね。こうまっすぐで、今度これがまっすぐっていう風になります。ですから体がこうやって動くときに、手もちゃんと一緒にスーってこう動いていければ、実は手をクッて書いたとしたら、体が残りっぱなしで手を書いてきて、ここで体が引っかかるんですよ。引っかかるってのは何かというと、体の動きと手の動きがバラバラになっているので引っかかったりしてしまいます。なので例えば何か重いものを上げるときに、この例えばですよ、あ、これでこうグッと上げるときも、体が安定してるからこれはいくと思うんですけど、じゃあ体が横向いててこうやって上げようと思ったら、同じ重さは上がらないと思うんですよ。それは何かというと、やっぱりちゃんと力が入るっていうのは、例えばこっち向くんだったら、腕もこっち向ければ一緒。これまっすぐ、まっすぐっていう形になってきますね。ですので、この今からエアスイム一緒にやりますけど、この時に大事なのは手を意識することも大事なんですけど、この回転に合わせて手もちゃんと動きを入れてくると、よく僕の動画とかでも、手は中に書くよりもちょっと外の方がいいですよってことを言うと思うんですけど、その理由はこの回転がスーってこうこっち入ってくると、手も少しスーって横に抜けていくんです。ですからこの肩の位置とこの手の位置が狭くならない分、手が回しやすくなってくるんですね。でも、こうやってなった時に手が先に行って、そして体がふってこう、ローリング入ってくると、ここで動きは止まります。なので、肩が痛くなったり、手が抜けなかったり、そしてスピードが上げづらい、長く泳ぐ時に腕が疲れるっていう、結構このフィニッシュのところで、意外とこう、動きを止めてしまうことが多いです。あとはね、よく言われるんですけど、太ももにね、手をつけるんですよねってよく言われるんですけど、これは完全に体と手が別々の動きをしてるんで、もっときつくなりますから、つけたりっていうのは動作的にはなかなかないかなと思いますので、そこはちょっと練習するときに意識してほしいですね。なので、ここで体の回転、避けていかないですね。この体の、今この僕が SY32 ってありますけど、この今2が見えないですよね。こうなったときに2のところがまずこう見えるようにして、こう入ってくる。じゃあ今度は、S と2をよく見てください。S、これ2かな、これ2か。で、こっち S か。っていうところで、イメージすると、今これ、S が見えないですよね。そしたら、S を見せるようにして、書いていく。今度、2を見せるようにして書いていく。S を見せるようにして、そうすると、手がついてくるんです。だから、先ほど言ったように、この、手は常にこの動きに合わせてついていくので、体が先に誘導していくことによって、手がついてきます。なので、こう、今、S が見えてない状態で、先に手が行って、遅れて S が出てくると止まります。なので、先に、こう来た時に S が先に見えながら、あとは手がついていく。まず2が見えながら、S が見えながら、2が見えながら、こういう動きをしてくると、自然と手がついてきます。これが、こう、手が先行っていくと、すごくね、やりづらくなるので、この体の動きに手がこう、こう一緒にやってみましょうか。こうやって、こう、わかりますかね？この、今、S ですよ、S ですよ。この S を前に出した時に手がついてくるはずです、こう。ついてくるはず。じゃあ今度反対。この2が見えてないところで2を見せるようにする。
見せるようにする。見せるようにする。そうすると、動き、手はこうやって動かしてるんですけど、この体に合ってくることによってスムーズにいきます。ですので、片手ドリルやるときも、まあ、前、こうやってね、意識したときも、どちらかというと、スッとこう動かしてほしいので、前よりも僕は、どっちかというとこう、手を下げていくといいかなと思いますので、これパッと呼吸して、こっちを、こうですね、ここ少し、ふっと戻す。で、今度、この体を使っていく。戻すっていう風に、うまくこの体の動きに合わせて、最初はブレていいです。ブレていいので、うまく体の回転に対して手をつけていくっていうことをやっていきながら、ちょっとイメージが分かってきたら、今度プルをやりながら、この体を、ロー回転、回転、もうちょっとイメージして、S と2がちょっとイメージしてくださいね。この後ろにある方、前。後ろにある方、前。っていう風にこう回転をして、そこに手をつけてあげると、腕はスムーズに、ついてきますので、ぜひやってみてください。そうすると、うん、真ん中の軸がぶれないっていう。そう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 。基本ここの軸に対して変な話、こう例えばこうパンチ、こういうなんかゴムがあったらこういう動き、うん。そうぶれない。でもこれが例えば先に引いてなんかこう引いたりしてぶれちゃうんで、合わないと体がぶれるんで、うん。こう一緒にこう行けばいいんだけど、こうなっちゃうと。で、例えばこれが止まってます。ちゃんと後ろまで引いてないじゃないって、今度こうするでしょ。で、二段階になっちゃうんで、ブレちゃうんで、そこは気をつけてあげた方がいいです。じゃあ、これエアスイムやった時も、こうやっぱ、ブレ、うん、そこがこう、腰とか変に入っちゃったりとかすると、うん、どんどんこう、ブレていっちゃう。そう。なので、そこは、はい、まあ、ちょうど今、この溝落ちから上のところだけでいいので、こういう最初、なんとなく体はこうやって動いてきて、まあ、例えば鏡があるとしたらここに真ん中ってこう鏡を見ながら、この動きに少しずつ手をちょっとずつちょっとずつちょっとずつ合わせていくと、あともうここで体が誘導するんで、あとこの辺で力をスッとこう入れていければタイミングがグッと合ってくるんで、うん、スムーズに動いてくると思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。